これがこの星の最後の眺めになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。何か、うわ悪は絶対許さない。正義の味方、グレートサイヤマン、ただいま参上。ほー。
よう。こんにちは。どうした？どうした？雑魚が何人増えようが敵は一緒だ。おい、あちらの声が聞こえとるか。私たちは時の人にこういう風にあなたにアドバイスを送るからね。せっかくの発表商品はえらくしまらんかったが、この話は一旦後回しじゃと。そうなら悟空とピッコロが二人がかりでラノスを倒すところじゃが、人の名に知らせる本来悟空たちがとどめをさせるようにラディッツを倒すんじゃ。このピッコロ様が世界征服の前にくたばったとあるだ。誰かの技は助けの限界だ。あいつに避けられないようどうにかして動きを止めろ。そこのわけのわからん貴様もだ。俺が気を止めるまで死ぬ気で食い止めろ。Yeah.
貴様、何をする。今だ、ピッコロ、やれ。魔漢光殺法。何だったんだ、あいつは。